アルベルト・ケッセル・リンクは、帝政ドイツ、バイマル共和国、ナチスドイツの軍人。当初ドイツ陸軍、ドイツ空軍設立時に空軍へ移籍。最終階級は減衰。第二次世界大戦のイタリア戦線司令官として知られる。バイエルン王国、マルクト・シュテフと生まれ。バイロイトの学校を卒業後、1904年にプロイセン王国陸軍に入る。 翌年、第2バイエルント歩法兵連隊に転じ、着弾観測兵としての教育を受けた。1906年、将位に任官。1910年に結婚、夫妻は1913年に男児を養子を迎えた。第一次世界大戦には、副官として従軍して大尉に昇進し、志願や軍団司令部の参謀将校となった。第一次世界大戦後は、 ベルサイユ条約で兵力10万人に制限されたバイマル共和国のバイマル共和国軍陸軍に選び残され、ニュルンベルクでバイエルン軍の福音業務に従事。中隊長を経て1922年からは国防省統水部に勤務し、訓練課長などを歴任した。1931年から1933年までは第四方兵連隊及び第7軍管区司令部で勤務。 1933年10月に大佐に昇進し、ドイツ空軍創設に従事することになる。1934年4月に少将として空軍に遺跡、D カ課長を経て、空軍軍政部部長に就任した。その時すでに48歳だったにもかかわらず、自ら飛行機の操縦を学んだと言われている。また、第一次世界大戦でゲーリングとチキになったことが、 空軍での出世につながった。1936年に中将に昇進、同年空軍参謀総長に就任した。1937年に航空兵大将に昇進して、第三航空艦区司令官。翌年第一航空集団司令官に補えされる。第二次世界大戦では、第一航空艦隊を率いて、ポーランド侵攻に従事、先行により、 騎士十字章を受章。翌1940年のフランス侵攻に従軍。フランス降伏後の7月19日に二階級特進で、元帥に劣せられた。第二航空艦隊を率いて、バトル・オブ・ブリテンを戦う。1941年に独ソ戦が始まると、ケッセル・リンクの部隊はポーランドに移された。1944年、イタリア戦線において、前線を視察する。 ケッセルリンクその後、北アフリカ戦線やイタリア戦線で空軍を敷き、イギリスの地中海における拠点であるマルタ島を空爆し、壊滅状態に陥れた。また、地中海の英海軍にも大きな損害を与え、補給路を確保して、北アフリカ戦線におけるエルビン・ロンメル率いるドイツアフリカ軍団の進軍を背後から支えた。により1942年に、 白洋付騎士鉄十字章、剣府鉄十字章を立て続けに受章した。また、ロンネルの地上軍への戦術支援を行った。連合国軍が上陸したイタリアでは、地上部隊の指揮も任され、巧みな地帯戦闘で連合国軍の進撃を、ある程度阻むことに成功している。この選考により1944年に、ダイヤモンド、剣、白洋付鉄十字章を受章した。 視察のため、最前線上空を飛ぶこと1 0 0回以上を数えた。貴重な文化遺産が集中するローマに連合国軍の空襲が及び、戦災の危険が迫ると、ドイツの外交官、エルンスト・フォンバイツ・ゼッカーらの働きかけもあり、ローマ教皇ピウス12世の呼びかけに応じて、ローマを無防備としとし、戦災の危険から救った。1944年10月、 アペニン戦線を前線視察中ボローニャ付近において、ケッセルリンクの乗車画報の近くを通過したとき、その方針に頭部を強打した。病院に搬送されるのに8時間かかり、24時間意識不明状態となった。外傷は小さな裂傷だけであったが、頭蓋骨骨折の重傷であった。1945年3月、戦傷から復帰したケッセルリンクは、 ゲルトフォン・ルントシュテット元帥に代わり、西方軍総司令官に任命される。ヒトラーの死から4日後の5月4日に連合国に降伏した。アメリカ軍の捕虜となり、ベネツィアにおける英軍法廷で、イタリアでの一般市民殺害の罪によって一旦は、重殺刑を宣告されたが、後に、終身禁錮に減刑された。1948年にはさらに懲役21年に減刑。 その後、1952年にガンに侵された健康上の理由で釈放されている。1952年から死去まで、西ドイツでネオナチ組織、鉄カブト団の指導者となった。1953年と1955年には、回顧録、ソルダミスツームレッツトンタグ、第二次世界大戦回顧、出版、事故への戦争犯罪を否認した。 バートナウハイムのサナトリウムで心臓発作のため指去した。墓はバイエルン州のバーとビーズ税にある。ケシルリング、19ページ。また歴史イコンデアベアーマハとケシルリング、アルベルトの孔。厳密には、この時航空省の前身である航空委員会は文官組織だから、ケッセルリンクは空軍が発足するまで予備役陸軍大佐として一時的に、 軍を追われたことになる。ケシルリング、19ページに、コマドウとあるが、このような階級は、ドイツ空軍にはないので、少々を英訳時にご訳したのではないか。少々承認の日付は、バティステリーに従う。ゴールデンソーオン P297 ゴールデンソーオン P301 ゴールデンソーオン P302 ゴールデンソーオン P299300。ありがとうございます。